これより会議を開きます。この際一言ご挨拶を申し上げます。この度安全保障委員長を拝命いたしました若宮健司でございます。誠に光栄に存じますとともに、その職責の重大さを痛切に感じている次第でございます。昨今我が国を取り巻く安全保障環境、一層厳しさを増す中、我が国の平和と安全を確保するために当委員会が取り組むべき課題は山積をいたしております。委員長といたしましては、委員各位のご協力をいただきまして、公正かつ円満なる委員会運営に努めてまいる所存でございますので、何卒よろしくお願いを申し上げます。それでは理事の辞任の件についてお諮りをいたします。理事、大川俊孝君、原田健二君、篠原剛君および佐藤茂樹君から理事辞任の申し出があります。これを許可するにご異議ございませんか。よし。異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に理事の補欠選任についてお諮りをいたします。ただいまの理事辞任および委員の異動に伴い、現在理事が5名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により委員長において指名をいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。よし。異議なしと認めます。よってそのように決しました。それでは理事に大塚拓君、山本智弘君、重徳和彦君、村上文義君および遠山清彦君を指名いたします。次に国勢調査承認要求に関する件についてお諮りをいたします。国の安全保障に関する事項について、本会期中国政に関する調査を行うため、衆議院規則第94条の規定により議長に対し承認を求めたいと存じますが、ご異議ございませんか。よし。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。この際